レイジのために温めた感度変えたいです。フェイロフェイロフェイロペイやべ死ぬうわおお違うやばい。ルート66即ビジェット即ビジェットいるけどおかしいな。戻った俺世界が。極めるかこのオーバーウォッチというゲーム。トレーゲンだろやっぱ。やばい俺のこのバロラントの選手が言ってる。お前にトレーサーは無理だって。無理だ振り向けねえ。どうしよう。ええめっちゃ強くない？なんかトレーサートレーサーはなんか火力高くね？ちなみに全然芋いないです。絶望してます。これ今から全員やったにできないの。皆さんペイローダーが動くゲームですよ。分かってます？ゲームの内容。これ倒すゲームじゃないの。おじさんたち倒すゲームじゃないんだよ。ルール間違えてます。そんなそんなことある。 I need healing。I need Thank you so much。 みんなエイム良すぎ。ヘイロマジ感度上げたい。やばい。レイジのために温めた感度変えたいです。おいずるいぞ。なんなのザリア。バリア2つ使うのずるくない？もう頑張っただろう。あっやば。なんかよくわかんないけど死んだわ。ペイロナイス。ウォッチのルールですか。あのね、相手を破壊すればいいんだよ。心を終わり。相手が先に心が壊れたら勝ちです。守りはソルディアラだろう。さすがに
まあめっちゃね、正直言うとトレーサー立ち回りやすかったわ、今やってて。これは止まんねえっすわって思いながらやってた。体に壊される。まあそれはそうでしょ。一方的に壊す立場になれると思ってるのか。来ないんだけど。こんな甘いと思ってんのこの世の中が。壊されるってこと、壊すってことは壊されることもあるってことだ。やべ、間違えた。やばい。なんか俺タンクやってる。ちょっと待って。やべ、死ぬ。うわ、おお、違う。やばい。俺に。めちゃくちゃウルトワークよ。気づいたらやべ、誰もいなかった。ちょっと俺の目から逃げる。楽しい。やーべー、コールオブデューティーオーバーウォッチ楽しい。 DPS 全体的にあれだよね、やっぱタンク減ったから動きやすいよね。てかお前らで6500ダメージはしない。やばくね。俺らがまるで何もしてないみたいじゃん。髪回しいるけど。やべ、俺の目ビーム来てる。それ逃げたら勝ちなんですよ。やばくねそれ。帰りまーす。帰りまーす。俺の目から逃げる。